BA-349 敗戦後イギリス軍に、露革され、ファンボローに移送された BA-349。機種のカバーは外されている。翼の針十字は、露革後に描かれたもの BA-349 は、第二次世界大戦末期にドイツで試作されたロケット迎撃機である。BP-20 とも称する。相性は、ナッター。BA-349 は、 エイディッヒ・バッフェム博士により設計された。機体は木製で機種に24から33発のロケット弾を装着する。エンジンはバルター式液体燃料ロケット機関1機で垂直ランチャーから4機の固体燃料、ロケットブースターを使用して発進する。発進後は目標付近まで無線誘導され、近接後機種のプラスチックカバーを外し、 ロケット弾で攻撃を行う。その後、パイロットはパラシュートで脱出し、同時にエンジンも分離され、落下後に再使用する構造である。このあまりの航続距離の短さ、単純さのため、後に連合軍からは、有人対空砲と呼ばれるようになる。1944年12月18日に、ロケットランチャーからの発射テストに成功したが、これは、 乗員お及び液体ロケットなしであった。1945年2月に液体ロケットを装着した状態で無人テストに成功し、大量生産の計画が立てられた。最初の有人テストでは搭乗員、ロタール・ジーベルトが打ち上げ直後に失神し、機体ごと墜落死する事故が起きた。しかし、テストパイロット志願者は不足しなかったため、有人テストは続行された。 3回ほど予定通りの発進、飛行、機関のテストが無事に実施されたところで正式化、実戦配備が決まった。結局、終戦まで数十機の生産にとどまり、10機が部隊配備されたのは1945年4月だった。ために、実戦参加はなかったとされる。航続時間を改良した B 型も2機製造された。 ミュンヘンのドイツ博物館に展示されている BA349 の模型。赤い筒状のものが、離陸用ブースター。ドイツ軍容器の全貌1965年。竹縄当社館。ありがとうございます。